ペルソナは、ロシアの偵察衛星。ソ連時代のヤンターリンの系譜を受け継ぐレスウルス、DK9 対地観測衛星の派生型。TSSKB プログレスが製造し、ロムやバビロフ国立工学研究所が工学系を製造した。コスモス2441号と名付けられた初号機は、2008年7月26日に、プレセツ空宇宙基地43。 三射点からソユーズ2.1ビットロケットで 750km の太陽同期軌道に打ち上げられた。しかし電気的故障のため利用可能な画像の地球への送信ができずに失敗した。二号機にあたるコスモス2486号は2013年6月7日に打ち上げられた。2015年6月23日に打ち上げられたコスモス2506号は ペルソナの3号機と見られている。衛星の重量は 6500kg、全長 7m、直径 2.7m。衛星の光学サブシステムは、コルシュ式反射望遠鏡形式で、第一反射鏡が 1.5m、焦点距離が 20m である。CCD イメージセンサはおそらく、ピクセルサイズ 9m のエルクト 1080V1U とされる。CCD の製造は、 旧エレクトロンオプトロニックとして知られるイーラー科学製造者であり、焦点面ユニットはオプテックス科学製造工動が製造した。天定画像解像度はパンクロ画像で33センチメートル。7年間の運用を計画している。ありがとうございます。